の女子会楽しみですね。でも買い物に行く時間がないかも。そしたらネットスーパーで受け取って帰ろうか。イオンネットスーパーなら品揃えが豊富でいつも買っているものもあるから安心。イオンネットスーパー。皆様おはようございます。ということで時刻7時30分を回りました。イオンネットスーパーのここまで一部媒体ではイオンさんの広告動画をご覧いただきました。そうなんです、以前リーちゃんとのクロストークでアイリンさんと3人で外の仕事をしてきましたっていうお話ちょっと出した時あったと思うんですけど、実はここでした。スポンサー様すごく楽しい撮影で、そうなんです、実はイオンネットスーパーって言ってる時に私たちイオンネットスーパーってやってるんですよ、みんなで。でなんかリーちゃんが真ん中で、でもう一つ端っこがアイリンさんで、アイリンさんとこう手の高さとか揃えたりしていたんですけど、あ、アイリンさんすいません私高かったですとかそんなね反省点もあったんですけど、そしたらはい、あんな爽やかな CM に素敵に仕上げていただいていて、私もイオンさん大好きです。イオンさん盛岡にはイオンが2つあって、結構しかも近い距離にイオンが2つあって、盛岡南イオンとあとは前潟イオンっていうイオンが2つあるんですけど、南イオンのことは南イオンって呼ぶんですね。そうなんです、結構困る質問で、岩手県の人っていつも盛岡の人どこに遊びに行くのって聞かれること結構あるんですけど、思い浮かぶのが結構イオンしかなくて、本当に遊びに行こうって地元で友達となるときは私はイオン行きます。絶対イオンが私たちの遊び場だったんですけれども、イオンさんすごく楽しい場所でした。このイオンネットスーパーは女子会をするってなった時にどうしよう食材がないっていうそんな時にも注文するとお店で注文したものを受け取ることができるっていう便利なサービスなので、私も使ってみたいなと思いながら、すごくこの CM 何回かこれからも流れることがありますので、こう見るごとにいろんな発見がきっとあるかと思います。ぜひこの後も特に最後のみんなでハハハハってこう笑い合いながら歩くシーンがあると思うんですけど、何か楽しい話をしてくださいって振られて、どうしましょうみたいになって、そうなんです、やっぱりね女優さんがいらっしゃいますから、演劇指導をしていただきながら妖怪の話していました。実はせんちゃんが好きな妖怪何みたいな話をして歩いていたこともありましたし、あとはハムスターの話とか何回かそこをやったんですよ。テイク何やったかな、何回やったかな、だからみんなでその度に笑いながら、あとはちょっと歩き方が曲がってしまったとかで撮り直ししたりとか、でもすごく楽しい撮影になりました。そう、本当は今日の女子会楽しみですねっていう私のセリフはリーちゃんの方も向いてますけど、アイリンさんの方も向いてました。ちゃんとリーちゃんの分だけ向いてたんじゃなくて、どっちもなってたんだけど、多分尺の関係でリーちゃんを向いてる感じになりました。そうなんですよ。もうアイリンさんとなかなかご一緒することがないので楽しくって、そしてもう大好きなイオンさんの CM に出れたということで、こんな嬉しいことはなかったです。ね、ここもこの会社の近くにある大きなイオンですけれども、本当に上京してきた時こう京葉線に乗っているとこのちょうど見えるところに飛行機があって入ってるんですよね。カンドゥっていうキッザニアのような職業体験施設、子ども向けの施設があるんですけど、それをびっくりした記憶があります。ということでぜひ皆さん、ちょっとねカメラもやっぱり揺れているので、この後も風の強さだったり荒れた天気にはお気をつけいただければと思います。ということでこのお天気カメラ今見ていますので、衣装協力のご紹介させていただきたいと思います。ということでこちら、はい、よいしょ、はい、今イヤリングを拾ったんですけれども落ちちゃいました。はい、こんな感じでお洋服、まずトップスが、アストリア・オディールさん、そしてスカートがダズリンさん、
イヤリングが MUK さんからいただきました。ありがとうございます。今日は爽やかコーデということで、実は袖にパールがついているんですね。こんな感じで6月会のキャスターの先輩いっぱいいらっしゃいますが、6月の誕生石ってパールなんですね。だから私結構パールが好きで、袖にいっぱいパールがついていて可愛いトップス。そしてこの隙間がシアー素材になっているスカートがすごく可愛いです。そしてイヤリング何よりですね、こちらは金具ではなくプラスチック素材で、つけても全然痛くない。あ、プチついてました。プチですねこんな感じで揺れ感があって可愛いんです。せっかく今手に持っているので、こんな感じで揺れ感があって非常に可愛い。カメラにも分かりやすいですね。このようにすごく可愛らしい揺れ感のあるビジューのイヤリングを協力いただきました。後でお写真も載せますのでよろしくお願いします。以上、素敵な衣装協力のご紹介でした。ではここからはお天気見ていきたいと思います。皆さんのお手元にはもうすでにライブカメラ空カメが届いた方いらっしゃると思います。そしてもう使い始めた方がいらっしゃるということで、各地のライブカメラを見ていきましょう。まずは秋田県からです。これを使ってみたかったんですよ。なんか慣れていないので、今後慣れていけばこんな感じ秋田県のライブカメラなんですが、上空何ですか？あ、そうですね、上空もくもこと、雲が広がっていることが分かりますし、ちょっと雪がちらついている様子がちょっとこの辺分かるかと思います。ぜひ皆さんもこの後雪の強まり、特に今日岩手県強まりますのでお気をつけください。じゃあ続いてです。あ、山形県の方からです。こちらは風がやっぱり今日強いので雲のスピードが非常に速いんですが、雨ですか？雨なんですね。あ、屋根が濡れていることが分かります。ということでこの後雨だったり雪だったりと地点によって降るものが違うかと思うんですが、低気圧の通過に伴って天気が荒れる見込みです。山形の方もお気をつけください。では続いてです。長野市、もうこちらパッと見て雪です。すごく分かりやすい雪の様子をいただいているんですが、7時過ぎぐらいから雪がちらつき始めていることが分かります。この後もこの雪の強まり、すでに長野の方からドカドカだったり吹雪のご報告届いていましたので、強まりにはお気をつけください。では続いてです。鳥取県の方から、雪ですよね、結構大きめの大粒の雪が降っている様子、そして風も強いので手前のネットが揺れていることが分かります。雲も上空覆っている様子ですのでお気をつけください。この後も日本海側雪が強まることがあります。では続いて見ていきましょう。最後は東京都港区、いきなり青くなりました。雲一つない青空が広がっています。本当にと思いますが、やっぱりこの後は天気急変する見込みとなっていますので、忘れずにこの後も雨具をお持ちいただければと思います。あとは今日は雨が降るまでは、晴れていますので花粉の飛散も多くなっております。花粉症の方は対策万全にお願いします。綺麗な青空が広がる関東の様子でした。では天気が急変しますので、この後も最新の情報をご確認いただきたいと思います。ではいただいたご報告見ていきましょう。現在、やはり関東晴れていましたので太平洋側を中心に晴れているところ多く、あとはちょっとね、低気圧から外れている九州は日差しが届いているところが多くあるんですが、中四国そして近畿にかけては雨、そして長野県ちょっと黒っぽくなっています。この黒いご報告がどかどかというご報告になりますので、今雪が強まっているということになります。そして
東北雪のご報告がぐっと増えました。ただ先ほど山形県のライブカメラは雨でした。やっぱり東北南部は今雨のところが多いようです。この後岩手県はしっかりとした雪が降りますのでお気をつけください。すでにドカドカというご報告、そして吹雪のご報告が届いています。北海道は今日は比較的晴れているところが東北に比べると多いようです。この後も空の変化に注意してください。そして空カメを設置してくださった方ありがとうございました。以上ここまで今日のお天気お伝えしました。